はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はシラスパワーアップ応援ガチャを引きたいと思います。シラス強化ですね、始まって、でさらにもう柵山の方も始まってる状態なんですけれども、一応野手で2回やってみました。シラス強化は、まあ、分かりやすくてね、かなり、面白い感じにはなってると思います。でやっぱり、お休みの鈴木がかなり使いやすいですね。野手は独身術も、覚えられるので、まあ独身術持ちキャラっていうのはかなり使い勝手がいいので、今回まあ普通にね、そのシラス強化のためじゃなく、お休み鈴木、まああとこれなんていうの、深見くんっていうのかな、ちょっとヤンキーチックなの、まだ投手はやってないんでわかんないんですけど、まあこちらもねスタミナ上限アップ、今あのオクタビアしかいないんで、まあ、一応選択肢を増やすということで、深見くんも手に入れられる可能性がありますので、ちょっとガチャの方を引いていきます。で80連までだとね PSR 確定なんですけれども、ちょっときついので、とりあえず60連の選択権がおまけでついてくるところ、ここまで引いて、まあ、70連80連は、まあ、考えようかなと思います。でシラスキャラだと一応マグロがもう50なんで、まあ、ちょっとそこが厳しいところかな。まあ、人によってはね、赤原とかもやっぱり PSR50 とかになってたりすると思うので、まあ、その厳選4キャラがね、まあ、なかなか厳しいところはあると思います。というわけで1回目2回目は割と安めに引けるのか、180で引けるからね。まあ、ただおやすみ鈴木くんは PSR 見てみた感じ50になるとね 10% タックが増えるんで普通にそういうキャラか。あれマグロとかめっちゃ出てくるんだけど厳選4キャラってピックアップ聞いてるんだっけ。1回目なんかしょぼかったな。まあ、安いからね。で2回目、だいたいピックアップキャラって多分 10% だよね出てくるの。あ、来た。で鈴木くんはね、通常がプラゴが1枚あるんで、まあそれを普通に突っ込んでもいいかなと思います。で通常の鈴木くんはあの固有ボーナスがねついてないんで、ちょっとあれですけど、お休みは固有ボーナスがついてタックね、ボーナスやっぱね、得意練習2種類持ってるキャラっていうのは固有でタックボーナスがついてるとかなりねパーセンテージが上がるので、これついてるかついてないかって相当重要っていうか、ここ鈴木がいっぱいいるな、めちゃ偏ってる。じゃあ次30連目、ここなんか厳選4キャラからSR、 厳選4キャラっていうのは深見くん、おはよう鈴木、赤原、マグロですね。2つ、赤原は今 PSR プラス3くらいだった気がする。覚醒はさせてないです。覚醒できるけど覚醒はさせてない。ハハハ、なんかさ普通のさ、この PSR 枠しょぼいのばっか出るよね。一応きらめきに変えようかな。あの別バージョンの武田くんもなんか使ったことないからよくわかんないけど、どうなのっていう。あれこれなんだっけ、バナー SR だっけ。40連目はうん一つだね。ここはおはよう鈴木、おはよう鈴木は多分 SR プラゴにはできるかな。だからここら辺でどれだけ母体が出るかで、その PSR 引くか引かないかっていうところ悩むよね。で50連目がこれ厳選4キャラのみなんで、で厳選4キャラのみってことはでも2人ずつくらい、2体ずつくらいだよね、このバラしても。深見くんの SRQ ってどんだけ出てくんだよ深見の R ばっかだなマジ深見の R ばっかでした
で、じゃあ最後いきます。60連目ここは SR の選択点、選択権と一応 SR キャラも確定してますと。うん、なんか微妙だった、全体的に微妙だったな。さてここ赤原、一応鈴木くんの SR が出たんで深みはもうだから借りるしかないねというような感じでした。ちょっと今回の60年かなりちょっと悲惨な感じでしたけれども、まあちょっとこれで一応頑張っていきたいと思います。選択権、これで深みを手に入れればいいのか、そういうことだ。で、柵山の方なんですけれども、一応強化知らせでね、野手を2回やりました。で、大体308メートルが、今のベストですけれども、まあ、もうちょっと伸ばせるので、目指すところはもう350いけばいいかなというところです。で、編成は、こちらでやって、まずミオちゃんですね。ミオちゃんは金徳アーティストが取れるのと、あとは特殊能力がねアーティストしかないので、シナリオ金徳的なもので割とね、あのアーティスト取りやすいので、ここでまあ新アーティストを狙っていきます。で、それのボーナスで、大谷くんの降格法と風薙の火事場のバカ力で、さらにジャスチーの挑発と、ひじりちゃんのささやき戦術と、鈴木の独身術でボーナスを狙っていきます。で、シナリオ金徳を本当に厳選しようとするともう一個多分ボーナスつけられそうな、感じがするんですけれども、それをやろうとすると多分相当ストレスがたまるんで、まあ、ちょっとね、自分はこのコロナの影響でもうめちゃくちゃ仕事が忙しくなる業種なんで、まあ、土曜土日くらいしか多分もうできないんで、まあ、あんまりね、最大得点を狙おうとすると、そこまでやる時間がないので、まあ、350、投手はまだやってないんで分かんないんですけど、投手もまあ300からうまくいって350が出れるような、まあ、標高が出せればいいと思ってます。まあ、そんな感じで自分は今回やっていきます。まあ、なかなかね、期間長いんで、まあ、お時間のある方はぜひ、まあ、ね、やり込んでみて、上位の方を狙っていければと思います。まあ、そんなわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。